ったらオンエア開始っていう感じです。はい、皆さんこんにちは。アキラのタロットカフェの時間がやってまいりました。本日はですね、6月の17日月曜日ということで、6月も半ばになってきましたね。アキラのタロットカフェが始まったのが8月の5日、まあ今から2年ほど前のお話なんですが、ですね、まあだんだんこう2周年に向けて、いろんな方がですね、ゲストに来てくださることになっておりまして、もう8月の5日までですね、実はもうゲストさんの枠全部入ってるですね、おかげさまでそんな風にですね、来てくださるようになったりとかということでですね、本当にありがたいというかですね、本当に皆さんのおかげというかですね、と思っております。早速なんですけど、もう、見てる方が、ですね、いらっしゃいまして、プチアウルさんですね、ありがとうございます。オンエア前からコメントをいただきましてありがとうございます。まあ一応僕の顔とかそういうのは映ってたんでしょうかね、と思うんですが、うん、はい。松山配信場を配信していますが、こんにちはということで、今日は綺麗な女性な方なんですかということでですね、まあ毎回のようにですね、まあそれに対して僕がそうだと思いますよっていうふうな、まあそんなコメントを入れたりとかですね、しております。今日服部さん来ないんですよ、プチアールさん、多分来ないと思いますが、まあですね、まあ早速なんですけど、ちょっとゲストの方にですね、来ていただきましょうか。はい、今、カメラがいいですか。今日はですね、先ほどのテロップがどうも消えちゃったけど、まあいいや。今日はですね、今こちら焼津の方からですね、静岡県焼津市からの配信というわけなんですけども、そのお隣ですね、藤枝市というところがあるんですが、そちらのですね、ところからですね、もう今日はなんて言うんでしょうか、もうゲストさんももちろん素敵な方なんですけども、そのゲストさんが作っているもの、また後からちょっと見ていただきたいと思うんですが、それもまたちょっと素敵なこうものなんですので、ですね、ちょっと今日はご期待いただけたらと思います。ということでゲストですね、フランドールさんのですね、向島由香さんです。はい、では由香さんよろしくお願いします。どうぞ。由香ちゃん。はい、ここはマイクいいですか。椅子の高さとか大丈夫ですか。低くさ、大丈夫ですけど、はい、はい、うん、僕より大きいと思う。大きくなっちゃったね、おかしい。いや、別に僕はいいんですけど。はい、こっちも。どうしよう。はいはいはい。視聴者がいるんですが。恥ずかしいです。恥ずかしいですよね。はい、もちもちもち、はいよ、はいと、はいと、はいち。はい、ご協力ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。そうなんですよ、改めましてこんにちは。あ、こんにちは。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介をですね、はい、していただけたらと思います。はい、こちらのマイク。はい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 。いいですか、いいですか、いいですか。自己紹介いいですかね。はい、藤枝市から参りました、フランドールをやっております向島と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか、見てなくて。音とか大丈夫ですか。はい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 。はい、まあそんな感じで、プチアールさんありがとうございます。来ないのか残念。あ、そうですね、服部さん来ないんですね。じゃあ今ですね、こちら、はい、ユーストリームというですね、はい、今動画を配信をしているということなんですね。はい、うん、で、世界に今、はい、生中継されております。うん、はい、そしてですね、はい、はい、はい、まあそれでですね、はい、今日はなんか多いですね、写真撮影。はいはいはい、はい、
大丈夫かな、大丈夫かな。そうですね、そう。あの、うん。でですね、こちらにパソコンがありまして、はい、うん、まあ、これが今こうちょっと時間差があるんですが、はい、こういう形で映ってますよという、はい、うん、そんなものもあったりとかですね、はい、そして、この右側にですね、ソーシャル、ちょっと目とか大丈夫、はい、うん、大丈夫ですか、はい、ソーシャルストリームというのがありまして、うん、はい、ツイッターでちょっとこれつけるとですね、はい、F って書いてあって、はい、Facebook ですね、うん、ツイッター、Facebook、Mixi で、はい、会員登録をですね、ID で登録するとここにこれを見ながらですね、うん、こういう映像を見ながらコメントを入れられてる、うん、あ、そうなんですね。そんな形でこう視聴者の方 と、はい、コミュニケーションも取りながら番組を進めていくこともできるというのが一つのユーストリームというのがですね、特徴なんですね、はい、またちょっとテレビでもないしラジオでもないようなですね、まあ、そんな感じなんですね、うん、っていう形で、まあ、早速なんですけど、はい、こういう形で、まあ、こんにちはということでですね、はい、のりさんという方ですね、はい、大阪の方なんですが、はい、今こう大阪で見ているということなんですね、はい、のりさんこんにちは、ありがとうございます。今日のゲストですね、はい、フランドールの向島由香さんに来てくださっております。それで、まあ、ちょっと今日いろいろお話をぜひですね、はい、聞かせていただけたらなというふうに思うんですけども、はい、まずそのフランドールというのは、はい、まあ、具体的には何をやってらっしゃるところというか、はい、お話したいですか。はい、そうですね、フランドールでは、粘土を使って、はい、スイーツデコっていうものがあるんですけれどもね、はい、あのフェイクスイーツとも言われますけれども、はい、そういったもの、なんて言えばいいのかな、ケーキですね、はい、うんうん、偽物のケーキというか、偽物のケーキ、うんうん、はいはい、リアルに作るね、あのお菓子を作っております。はい、はい、あ、うん、偽物のケーキということで、皆さんこう、まあ、ケーキは分かるけど偽物ってなんか作り物というですね、はい、うん、いうことなんですけども、今日は具体的に何か、はい、そうですね、実は横にあるんですね今一番分かりやすいのがこれかな、はい、ドーナツなんですけども、はい、はい、見る、ちょっとこれさ、僕触っちゃっても大丈夫ですか、はいはい、あ、失礼します。あ、もう見るからにこれ皆さん見えるかな、すいません、2カメお願いします。2カメカズさん、2カメ2カメ いいんですけどね、せっかくこう商品を持ってきてくださったので、ですね、ちょっと待って、2回目探して、あ、大丈夫です、はい、ラッキーガール静岡さんって、はい、あ、なんだ、なんだ、カズさんか、はい、なんだって言っちゃ失礼だけど、あ、間違えちゃったアカウント、あ、そういうことですか、はい、おまだ遅延が、あ、ここ、あ、いいか、はい、まあ、これ、美味しそうなんですけど、はい、これは食べちゃまずいんですよ、ね、食べれないですね、食べれないですよね、はい、こう なんていうんですかね、こう、うん、本当にこう、なんか触っちゃってもいい、はい、大丈夫、ふわふわのスポンジですね、ふわふわなんですよね、はい、うん、ちょっと食べてみて、なんか罰ゲームみたいです、うん、子供さんだとやっぱりね、あの口の方に運んじゃう子なんかもね、うん、はい、いらっしゃいますからね、あ、そうですね、はい、これは、ね、これは食べますよね、そうですよ ね、うん、あ、じゃあこういうのを作られているということで、はい、本当になんかよくいろんな食べ物屋さんとかで、はいはい、なんていうんですか、あの定食屋さんなんかそういう食品サンプルですかね、すか、はい、うん、それに近いものがありますね、ありますよね、はい、うん、あ、これを作られたりとか、はい、あとは、作ったりとか他には何かあるんですか、作ったり販売もしますし、 あとはブライダル関係のもので、マカロンタワーですとか、あとウェディングケーキのちょっと飾るもの、うん、はい、あとは、はい、ウェルカムボードですか、うん、そういったものも、ね、作ったりも、はい、貼り付けたりとか、そうですね、そういうのなんですね、はい、うん、これは、まあ、人間はたまにこうワンちゃんとか、あ、ワンちゃんはないか、まあ、この間、そうですね、この間の生徒さんのお話なんですけれども、はいはい、あのちょっといちごをね作って、うん、たくさん作って、はい、あのお家の庭先に置いといたらしいんですよ、そしたらカラスがつついてたって話だったんですけどね、つつきますよね、うん、これは、ね、うん、本物に見えたみたいですね、カラスにも、あ、じゃあこういう、まあ、実は僕ちょっと友達とかもやっててですね、はい、まあ、これスイーツデコとかフェイクスイーツ、フェイクスイーツ、ね、フェイクスイーツっていうんですね、はい、うん、あ、なんかそのフェイクスイーツって呼び名がちゃんとある、そう、うん、そうですね、あの、まあ、
作り物というか、うんうん、はい、そうですね、そういう感じのものですね。そうなんですね、これ美味しそうですね、カズさんこれ食べていいですよって言って本当に食べるからやめてい。やちょっとこれだけじゃなくてですね、のりさんホワイトボードの写真が気になるって、これカラーですね、今このカメラが映っててですね、はい、カラーが映り込んで映ってますね、というですね、そんな感じなんですが、はい、今日他にもちょっと見せていただくことって、はい、大丈夫です、こういった小さなサイズのものもあるのでね、はい、あ、はいはい、ちょっと今日は2回目が忙しいかもですね、うん、はい、これはクッキーのような、そうですね、ミニチュアの、うん、そうですね、タルトだったりショートケーキだったり、はいはい、カップケーキですね。いやいや、すごい細かいですよね、さ、こういう一個一個のパーツも、はいはい、ゆかさんが作ってる。そうですね、はい、あ、はい、すごいですね、なんかこう、うん、これバナナ、バナナですよね、バナナとかもあるし、はい、このなんていうか、このチョコっていうか、あのピンクの、はいはい、スプレーチョコ、ね、スプレーチョコっていうんですか、はいはいはい、これも作ってるんですよ、ね、うん、そう、全部ね、はい、手作りです、はい、すごいですね、ちょっとこれは、うん、女の子が見たらもうわーって感じで、うん、そうそうそう思います、喜んでいただけますね、うん、はいはい、僕も結構スイーツ好きな人、うん、あ、そうなんですね、あ、なる感じですね、あー、すごいですね、はい、ちょっとあとこちらも、はい、これもまたケーキとか、あとマカロンですね、そうですね、先ほどの、はい、うんうん、おー、すごいですね、なんかこれちょっとカズさん、あれとかカズさんって呼んじゃなきゃいけないけど、はい、これすごいですよ、ちょっと、すごい、あ、もう 見たんでしたっけ、あれ、うん、はい、はい、こんな、はい、うん、いちごとか、これも作るんですもんね、はい、一粒一粒の、そうなんです、はい、このちょっと小さなミントの葉っぱも作ってます、あ、そうそうなんです、ね、はい、お、もうこれはお家で作られる、お家というかなんていうか、あの作るところがあって、はい、こちらはね、あの SBS 学園 の、はい、あのカルチャー専門で作ってる、あの、タイプのねものなんですけどね、そうなんですね、はい、うん、そちらの方でね、うん、はいはい、レッスンで、はい、やってます、ちょっとすごいですね、ちょっとまた後で、はい、で、うん、いいですか、今日なんか、はい、大丈夫です、はい、こちらの実物の大きさのものはね、はい、自宅のレッスンで、はい、これ触っても大丈夫ですか、はい、大丈夫です、ああ、うん、こちらは硬いです、すごいですね、やっぱりこれ本物に遠くから見たらもう全然分かんない、そうですね、近くで 見るとなんとなく、ああ、なんとなく、ね、うん、でだけど、うん、もうこのぐらいの距離だともう多分分かんないですよね、うんうんうん、ちょっとこれ誰か後から来た人に騙してみたいですよね、いいっすね、いいっすね、ちょっとドッキリで食べていいよって本当に食べられちゃうと困るけど、もう自己責任で、あ、自己責任で、うん、いやでも商品食べちゃったらまずいんじゃないですか、まあその人にあ、まあ、お金払ってもらいましょうか、そうです、まだあります、大丈夫です、あ、本当ですか、あ、大丈夫です、はい、遠慮なく請求しちゃってたんですね、はい、分かりました、この後来る人たちとかですね、はい、いいと思います、はい、うん、僕に言ってくれればちゃんと取り立ててきます、ね、はい、うん、あ、分かりました、あとなんかすごい気になってるのがいろいろあるんですが、こちらですかね、いいですか、はい、大丈夫です、あ、いいですか、これも、はい、うん、はい、これがいわゆるマカロンタワーという、そうですね、はい、ものなんですよね、はい、マカロン、まあ、ケーキの土台というかあって、そう、土台ですね、はい、でマカロンですよね、はい、すごいですね、ちょっとなんかこういうのがなんかいわゆるブライダルとか、そうですね、ブライダル の受付なんかにね、あの飾る用にね、ね、はい、うん、お題いただいたりとか、うん、はいはい、してます、もっと大きいの作ったりをするんですか、あの去年のそれこそ年末にですね、はい、静岡 の、うん、あのツイメッセでね、毎年、あのクリスマスフェスタっていうのが行われるんですけれども、はいはいはい、そちらの方にね、あの出展するときに、はい、2メートルぐらいの高さのもの、はいはい、マカロンタワーをね、制作したんですけれども、はい、2メートルだけど、うん、マカロンはこの大きさ、マカロンはね、もうちょっと大きなサイズで、うん、2400枚ぐらい2400ですね、はい、うんうん、作りました、はい、こマカロンのパーツの一個一個も作ってるんですもんね、そうです、ってことは、はい、2400枚作ったってことですか、そうなんです、はい、どのぐらいかかるんですか、そういう思い立ったのが、はい、あの1ヶ月その、ええ、なんていうのかな、開催日より1ヶ月ぐらい前だったんですね、はい、本当はもっと前からやればよかったんですけれども、はい、急に思い立って、よし作ろうと思って、はいはい、でそうですね、1ヶ月いないですね、そう、はい、に作りました、はい、1ヶ月で作れちゃっ
作ったんですよね。そうですね、うん、ちょっと急ピッチで。急ピッチで。はい、うん、こうなんか寝ないでとか。そうですね、もうその作るのがねやっぱしんどくって、はい、当日はもうガラガラ声になってしまって、はい、そうなったんです、うん、疲れから喉に来てしまってね。はい、そうですね、うん、やっぱ前もってね準備をしなければねいけないですでも意外とそうなんですよね、はい、みんな、うん、僕の知り合いの方もこういう、ね、なんかこうと、まあ、スイーツデコではないんですが、はい、いわゆる作家さんと言われる人たちってなんか、はいはい、すごく夜遅くまでやってるイメージが、うんうん、はい、夜中の方がねなんかはかどるんですよね。みんなそうなんですね。シーンとしてる中ですごい集中できるので、はいはいはい、そうなんですよ。なんかこういう、はい、作家さんとかなんか作る関係の人とか、うん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 、あと、まあ、僕音楽やったりもするので、はい、音楽関係の人とか、はい、あとあそこにカメラマンとかいます、はい、なんかカメラもなんか夜中のイメージ、夜中になんかいろいろこそこそやってるイメージですよね、うんうん、夜中やります？なんか夜中やってます。本当ですか？うん、うん、なんですよね、夜型じゃ、うんうん、夜の方がなんか仕事がね進みますよね、はい、うん、うん、そうね、あ、うん、そういうもんなんですね、はい、うん、なるほどなるほど、はい、うん、すごいですね。マカロンタワー、はい、美味しそうですよね本当に美味しそうなんですけどうん、でまたそうなんですね、これもさっきもカズさん見たかもしれないけど、これこうなんか弾力があるから、うんうん、これ美味しい、あ、まあ、美味しいよってこれ触ったの食べようとは思わないだろうけど、うん、でもちょっと美味しそうですよ、うん、この辺からだったら分かんないんじゃないですか。分かんないですね、うん、絶対分かんないと思うんですよ、ね、うん、いや誰か引っかかるんですかね誰か、うん、この後ユッピー、いやユッピーさんは分かっちゃうかもしれないから、アルパカのてかそれまでいないんじゃない、アルパカ待ってたら何時になるか分かんない結構遅くに来るのでその人たちはですね、そうなんですね、はい、うん、なんですけど、はい、ちょっとタイムラインの方ですね、はい、戻っていきましょうか。アキラさんと比べると顔がちっちゃい誰が、はい、プチャールさん、多分ゆかさんのことを言ってるんだと思うんですけど、松山のですね、はい、愛媛県の方がいるんですけど、はい、はい、ですね、そして犬を作るのかと思ってました、あれはフランダース、フランダース、フランドールのフランダース、はい、ああ、うん、そうかそうか、うん、そう多分フランドールというのでフランダースとですねだと思うんですけど、うん、あとホワイトボードの写真、さっきカラーの写真をですね、フランドールスイーツデコ&ネイルブログということで読者登録をしましたということで、多分ゆかさんのブログをこのプチュアルさんという方探してくださって嬉しいです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、というふうにですね、すごくこう親切な方たちばっかり。本当ですか、ありがとうございます。たまに僕のこといろいろですね、はい、顔がなんとかとかいるけども、それ以外はゲストさんにはすごく優しいタロットカフェの視聴者様だったと、ね、嬉しいです、ありがとうございます、感じですね、まあ、同じぐらい僕にも優しくしていただけたら嬉しいんだけどなと思うんですが、はい、これまた美味しそうということで、んあ、フランドールのホームページの今リンクをですね、はい、こう教えてくださったみたいです。はい、先ほど読者登録してくださいました、プチアウルさんという方なんですが、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、ちょっと順番が逆になりましたが、まあ、フランドールと、先ほどもフランドール、はい、フランドールというですね、はい、ことなんですけども、はい、フランドールというのはどういう意味になるんでしょうか。はい、一番初めにつけた理由としましては、はいはい、ちょっとフランスチックなお菓子のイメージがあるので、なのでちょっとフランスっぽい、はい、名前と思って、はい、で探してたんですね。で当時、うん、まあ、4、5年ぐらい前につけたんですけれども、はい、テレビの CM を見てたら、はい、何でしたっけ、お菓子で、うん、フランっていうお菓子あるじゃないですか。ありますね、はいはい、そのお菓子でね、うん、あとエグザイルが CM をしていたので、あ、これだと思って、はい、でフランをつけたんですね。でその後にフランだけではちょっと、はい、うん、物足りないかなということでドールってつけたんですけど、はい、で後でねちょっと調べたんですけど、フランっていうのはペースト状っていう意味合いがあって、まあ、チョコレートのペーストとかね、はい、あるのでね、まあ、そういった甘いお菓子のイメージでつけました。エグザイルが好きですか。エグザイルが好きですね。あ、そうなんですか。あ、じゃあエグザイルのライブとか行ったりとか。まあまあ行けないですけどね。あれなかなか取れないんですよね、チケットが。はい。はい、まあ、別に意識してるわけじゃないんですけど、うん、あ、やっぱり僕もアキラっていうふうにですね、はい、そうですね、やってるのでよく、はい、よく言われるんですが。アキラつながりでね。はい。いいと思います。エグザイルのアキラに謝れとか。
あのこれ本当に切に言われてるっていうか、本当ですか、うん、あのアキラファンってやっぱいるんですよね。ああエグザイルの方ですよ、はい、あの僕の方のアキラファンいるかどうか分かんないんですけど、いたらいいなと思うんですけど、はい、そうです、あのエグザイルのアキラファン、はい、よく言われるんですけどね、はい、なんでつけたとかですね僕アキラって名前なのでなんですけど、ね、だからね、そう、そうですね、まあ、うん、はい、まあ、そのフランスとか、はい、うん、フランス行かれたりとかっていうのは、行きたいですね。あ、いいですよ、いいですよ、あの僕行ったことありますけど、うんうん、あのまさにスイーツの、ね、そうですよね、うん、に関してはですね、はい、うん、見た目も重視するし、はい、うん、あの美味しかったです、うんうんうん、本当にですね、うんうん、美味しかったです。フランスにそれこそ ラジュレっていうお菓子屋さんが、はい、あのマカロンが有名な、ね、うん、のがあるんですよね、はいはい、でそういう関係 で、うん、マカロンを結構作りますね、はいはい、うん、でまあ、そういうフランスの感じのこう名前にというところ で、はい、でそのまたフェイクスイーツでしたっけ、はいはい、をこうなんかやられたきっかけ、まあ、例えばフランスが好きと か、 なんかスイーツが好きってことだったら、はい、まあ、はい、一番のこう 、うん、普通と言ったら失礼なんですけども、うんうん、はい、普通に考えたらこうケーキ屋さんとかイメージとしてですよね、はいはい、実際にこう食べられるものとかっていう風に行く人がいるかもしれないんですけど、うん、そこでこの、はい、いわゆるそのフェイクスイーツとかスイーツデコに行かれた何かきっかけとかそういうの教えていただけたらなんですけど、はいはい、まずはね、うん、あのケーキがものすごい好きなんですね、自分がね、はいはい、でケーキ屋さんによく行きますし、はい、でその 4,5 年前ですね、はい、それこそ、はい、うん、その当時あのネイルサロンで勤めていたんですね、うん、はい、でその時に普通はあのお客さんとお客さんの間って大体時間が空いてるとネイルのチップ、はい、サンプルをね作るんですけど、はいはい、そのサンプル作りが飽きてしまって、うん、何か他に作るものはないかと思ってちょっとネットで検索していたら、はいはい、ものすごい可愛いこのケーキたちが、うん、を見つけたんですね、はい、何これと思ってその衝撃を受けて、はい、そうで、それでちょっとやってみようということで、東京まで習いに行ったんです。あ、そうなんですか、はい、いわゆる スイーツデコとかフェイクスイーツというのを習いに、はい、うん、はい、東京に、あ、はい、なんかそういう認定資格というか、 なんかそういうのもあるんですね。 ありますね、はい、あ、歴史としてはどのぐらいもう結構なあれなんですか、これが始まったというか、始まったのはどれくらいなんでしょうね。そもそも発祥はどこなんですか。発祥というか、私がそれこそ習った先生が、はい、あの一番第一人者とかではないんですよ、まあ、まあそれに近い関係の人 で、うん、はいはいはい、でその先生からあの、学んで、日本人の方、日本人ですね。あ、そうなんですか。海外に行かれている間にね、うん、なんかこういうものをちょっと編み出したというか、うん、あ、はい、それでね、はい、教えていただきました。んなんか日本人っていうのは分かるような、うん、なんか細かい作業が、うん、そうですね、好きというか得意なんですよ、うん、日本の人って、うん、はい、うん、そうなんですよね。意外とこうフランスの人も、うん、ですね、やってるけど、うん、こう日本のほどこう、はい、うん、精密さが繊細ではない、ちょっと繊細さにちょっと欠けるようなですね、うん、はい、意外と、まあ、そのこと言ったらフランスの人に失礼なんですけど、うん、そうですね、うん、で、あ、ネイルもじゃあやられてるんですか。はい、ネイル今はちょっとやってないんですけど、ね、うん、以前はね、はいはい、やってました、はい、あ、そうなんですね、うん、で先ほどなんかあの、なんかカルチャーセンターでしたっけ、はい、うん、を、どちらのカルチャーですか。あの SBS 学園、ね、SBS 学園、はい、の、 あの静岡校で、うん、静岡校、はい、やってます、はい、はいはい、うん、あ、そうなんです。そちらで、はい、この、うん、教室と言っていいんですか、はい、そうですね、はい、で毎月、うん、あの第2土曜日の午前中に、はい、あのこちらの小さな第2土曜日の午前中、うん、はい、はい、やってます。お、はい、あ、それはその SBS 学園に申し込みをしてという、はい、そうですね、はい、お、うん、そうなんですね、はい、うん、あれ SBS というのは毎月じゃなくて、うん、あ、毎月なんか3ヶ月に1回なんか申し込みがでしたっけ。そう、毎月の方もいますし、うん、まあ、3ヶ月の方がちょっとお得かなみたいな、あ、なるほど、なるほど、感じですね、うん、はい、うん、いや SBS 学園って割とうちの近所、はい、あ、本当ですか、はいはい、そ、毎月行ってます、うん、ちょっと今頭の中にこう、はい、申し込もうかなみたいな、そういうのはちょっと今僕頭よぎっちゃったんですけどたまに男性の方もねいらっしゃるんですよ。はい、はい、うん、あの僕結構、うん、得意ですよ。あ、本当ですか、細かいの。いやいや、あの、うん、そのスイーツデコですね、ちょっと別の方のなんです、はい、あれなんですけども、はい、うん、あのやれたことあります。あります、うん、あ、そうだったんですね。でこれ、この、うん、そうですね、この辺だとマカロンタワーのところのちょっと細かいんですけども、うん、はい、この生クリームのこれですか。あ、やられました。やりました。え、すごいじゃないですか。最初はすごくこう、はい、うん、周りからもバカにされてですね、うんうん、何やってんのみたいなですね、うん、まあ、こんな性格なので結構ですね言われていたんですけど、何回もやるうちにですね、はい、こうなんかだんだん上達してきてですね、うんうん、そうです、うん、このなんか、そうなんです、ちょっとこれ小っちゃいですけど、はい、あの本当にですね、この
これですか、このこれを作るこの、はい、でこのこれがですね、うん、はい、だんだんうまくいってくるな、あ、ちょっと楽しくなってきたかなってですね、やっぱね、何回もやることが上達のね、はい、コツというか、はい、はい、ですね、そうです、あとこのアイスクリームもですね、はい、これも作ったことあります、そうなんですね、知らなかった、結構楽しい、楽しいですね、楽しいですね、はい、結構 そこにの、うん、教室なんかもですね、うんうん、子供さんに結構人気で、あ、はい、うん、なんですよ、うんうん、最初はこう子供にも何それみたいにバカにされながら、うんうん、だったんですけど、はい、結構楽しいんですよね、これやっててですね、はい、うん、あと SBS とか他にど、あ、ご自宅で、あ、そうですね、自宅の方で教室が、はい、うん、やってます、やってたりとか、はい、うん、なんですよね、はい、うん、その申し込みとかっていうのはどちらに、自宅とか、ね、ホームページとか、ホームページとか、あ、はい、アメーバブログの方に、はい、載ってますのでね、日程とかの、はい、うん、連絡先が載ってますので、はい、うん、そちらにということで、うん、ですね、はい、はい、うん、ということなので、あ、ぜひあの、あ、プチアルさんもありがとうございます、あ、フェイスブックページも ありますね、うん、はい、はい、先ほどのプチアルさんいいねしてくださった、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、あと、そうそう、習い事 .jp にもですよね、はい、登録されて、はい、登録してます、はい、で、まあ、もともと僕とゆかさんの出会いも、はい、習い事 .jp のイベント、ね、そうですね、イベントですね、はい、はい、実はですね、僕2回、今回2回目、ね、2回目ですね、そうですね、この間、はい、この間って、うん、この間ってもいつでしたっけ、もう年末ですね、年末でしたっけ、はい、なので半年ほど前にですね、はい、その習い事 .jp というですね、習い事ポータルサイトの、うん、まあ、管理者というかその担当者の方がですね、うん、いらっしゃいまして、そこで、まあ、ゆかさんのことを紹介して、まあ、ゆかさん出展してられたんですね、そうですね、出展してましたね、うん、そうそうそう、それで僕が遊びに行って、はい、そこで名刺交換をしてというですね、はい、うん、という形で半年でしたけど、でしたね、すごい、はい、ちょっと前からゲストさんでお呼びしたかったんですけど、うん、ですね、嬉しいですよ、本当にありがとうございます、はい、うん、今更ですけどどうですか、こういう雰囲気というか、いいですよね、あ、いいですか、あの、はい、あの普段見たことのないような機材がいっぱいあって、あ、うん、そう、そうですか、うんうん、そう、そうですよね、うん、うん、はい、新鮮で、うん、こうなんか人前で喋る、あ、でもやられてるからもうな、結構でも恥ずかしい時もあります、ちなみに今日はどんな感じですか、ちょっと緊張します、緊張します、まだね、はい、はい、あのみんなそうなんですよ、うん、あちらのカズさんって、はい、カメラマンの方も最初はもうすごい緊張しててですね、はい、うん、もう今ではすごいですよね、ちゃんとやられてるかな、いや、わかんないけど、うん、いやいや、でもですね、ちょうどこのカズさん、こちらのカズさんとも半年ぐらい前、はい、うん、あ、そうなんですね、はい、はい、年末、あ、もしかしたらカズさんの方が先だったかな、会うのがっていう感じですよね、うん、あれ年末なんで12月の、うん、なんかすごい寒い時期だったような、そうですね、うん、気がしたんですけど、はい、うん、そういうことです、うん、はい、それですあ、青木さん友達申請、あ、青木さんってあの青木さんなんですか、はい、友達申請、ありがとうございます、はい、はい、あ、ありがとうございます、うん、はい、お願いします、うん、Facebook のやり方とかそういうのはなんかあれなんですか、友達ってどんな風な方針というか、お会いした方だけとか、あ、メッセージをいただければ、うん、あの、うん、承認する感じ、あ、そうなんですか、じゃあ例えば会ったことがない方も、うんうん、お、あ、これあんまり多分ザッカーバーグさん見てないから大丈夫だと思うんですけどちょっとまた見てたらですよねあるか、まあまあそうかもしれないってぐらいなんですけど、はい、まあ、だそうですので、はい、まあ、もしかしたらプチアウルさんとかのりさんも可能性は、メッセージをいただけたら、あ、はい、はい、あのメッセージいいですよ、はい、プチアウルさん、そしてのりさんですね、いきなり友達申請ポチッて押すとですね、申請停止をやるかもしれないですね要注意ということですはい、こんばんは、ありがとうございます、ガラス屋さんという、静岡のですね、はい、あ、もしかしたらご存知かもしれない佐藤ガラス店って、あ、カエルのリンリンさんって、いや、わかんないですか、あの、あの結構イベント好きな、あの結構親子でですね、僕のコンサートも見に来てくれますし、うん、あのこの間ゆかさんがやられたような、うん、あのオレンジハウスさんでの、はい、ああいうイベントとかでもよく足を運んでくださる方で、いえ、もうお客さんです、お客様でですね、もう僕の占いも受けてくださってたりとかですね、という方、ガラス屋さんって言うんですけど、はい、この方も、こんばんはという方です、ね、はい、見ています、結構いろんな方が見て
いるんですよ、これ。また後から録画も残りますので、はい、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、うん、ということで、うん、ですね。あ、せっかくなので、もう他にも。他にも、はい、全部。いいですか。あ、はい。あ、ケーキですね。そうですね。これ何ケーキっていうんですか。これはね、シャルロットケーキって言いますね。シャルロット、はい。はい、あ、うん、なんでシャルロットとかいうのは分かんないですよね。僕も分かんないですけど、うん、あの、うん、そうなんです。こういうケーキにちょっと憧れるっていうか、うん、そう、いいですよね。いいですよね。可愛い感じで、可愛い感じでですね、はい、うん。なんですよね。うん、はい、シャルロットケーキですね。はい、うん、シャルロット、多分名前の関係はないですね。はい。うん、はい、チャールズとかカルロスっていう風にですね、うん、シャルロットってフランス名の名前のあれなんですけど、うんうんうん、はい、とかですね、うん、あとこちらですか、カップケーキ、ね、カップケーキ、はい、いいですね、これはもう見るからにですよね、うん、はい、これは美味しそうというか、うん、メモスタンドになるようにね、はい、後ろにここにメモスタンド、うん、あ、はいはい、これ挟むところ、うん、挟むところがあるんですね、うん、いす、はい、あ、これはちょっといいですね、うんうん、おー、欲しい。美味しそう。あ、なんだ。美味しそう。ちなみにこれいくらですか。例えばこういうのだと。これね、レッスンでやってるので値段がない。あ、値段がないんです、ね。ごめんなさい。はい。いくらで買いますか。あ、それはまずいか。それはまずいか。それは、うん、僕を通して買うことができるみたいです。そうですね。いくらで売りますか。だからこれ値段つけられないそうです。レッスンで、うん、ですね。うん。いや、でもこれなんか飾りとか。うん。間違えたら食べちゃうかもそうですね、よっぽどお腹空いてたら、うん、この辺のカップケーキのこの辺の、うん、なんていうんですか、このケーキのところが本当にこうリアル、はい、リアルなんですよ、うん、はい、なんですね、あ、ガラス屋さん、シャルロットは帽子って意味でしたっけってはてなマークで、いや僕も知らないんですけどシャルロット、あですね、ちょっとわ、うん、からないです、ポルトガル語でシャペウっていうのは帽子っていう意味が、うん、なんですよね、はい、あのサッカーとか見ます、見ないですか、あ、なんですか、いえいえ全然いいんですけど、あのよく清水エスパルスのですね、はい、応援歌にあの、うん、シャペウラランジャっていうふうにいう歌詞があるんですけど、ラランジャってオレンジなんですよ、はい、でシャペウっていうとあの、うん、帽子オレンジ色の帽子っていう意味なんですね、そのエスパルスの応援歌の歌詞の中に入っているんですね、はい、ポルトガル語なんですけど、あ、初めて知りました、はい、なんですよ、はい、うん、だから そうですね、帽子、うん、帽子っぽいのかな、ぽいぽいといえばぽいですよね、うん、ちょっと調べてきます、はい、のりさん、メッセージなしの友達申請はしないから大丈夫ですよという、そうです、はい、あ、そうなんですね、はい、私は女性に関わらず友達になりたい人はメッセージ申請していますあ、なん、うん、いいかもしれないですけど、このプチアールさんっていうですね、はい、あのちょっとお名前、フェイスブックの名前は別の方なので、ま、はい、ちょっと名前はあのここで言うのは NG の方なので、うん、後ほどちょっとメッセージの方に入れていただければ、ね、はい、はい、あの多分分かると思います、はい、タロットカフェとかなんか、はい、そういうことをメッセージ添えてくださってると思うので、はい、あとのりさんというですね、大阪 の、 あのおじさんがですね、はい、おじさん、まあ、僕なあの人何歳か知らないんですけど、はい、うん、まあ、おじさんがですね、はい、大阪のこう気さくなおじさんがですね、はい、のりさんっていうからやっぱりそういう名前なんですけど、うんうん、ちょっとこの人は NG かどうか知らないので後ほど僕名前を言っときますので、はいはい、うん、はい、じゃあお願いします、はい、そんな感じでのりさん、プチャールさん、よかったですね、なんていうか、なんでこんな上から見せるのか分かんないけど、うん、ということでですね、うん、いやでもすごいですね、こうやってこう並べといたら本当にですよね、こう、これもクッキーとか、なんか、そうですね、こうクッキーの中に何か挟まれて、そう、それはアイスサンドクッキーですね、はいはい、うん、アイスサンド、うん、はいはい、うん、ありますね、はい、ちょっと美味しそうですね、うん、この色がいいですよね、うん、このチョコの色とピンクですよね、うんうん、で、うん、そうですね、なんかこうソースが、うん、ソースというか、なんかこうシロップというか、かけられたものですね、はい、これもやりましたやりました。やりました。楽しいですよね。うん、楽しかったです。意外ですね、そういうのをやられ。あ、よく言われます。ね、はい、うん、僕よくですね、うんうん、言われますね、うん。すごいですね、これもですよね。裏は見ちゃダメです。ああ、そっか。危ない危ない危ない。裏見気になる。気になる。
こっからは有料です。写真はすべて共有してる？ん？あ、なんだろう。ああ共有にしている。ちょっとまあなんか共有なんですかね。はい、すいません。はい、という感じでですね。これで多分皆さんの見たかなかなと思います。青木さんと同業のパソコン教室、あ、そのプチアールさんっていう松山の方なんですね、うん、はい。パソコン教室をやられているということと、はい、フラワーデザインでお菓子のアレンジも作っているという松山の方でですね、はい、あのプチアールさんという方、はい、後ほどまたお名前を僕言いますので、はい、ここでは言えないので、はいはい、わかりました、はい、まあそんな感じなんですけども、はい、うん、で、もうどのぐらいやられてるんですか、このフランドールさんって。4、5年、それこそ 4、5年ですね。はい、はい、うん、4、5年でいろいろと、まあ、出展されたりとか、うん、まあ、教室のとか、ね、販売もされたりとかですね、はい、うん、こうなんか今後どんな風にとかってあります？うん、そうですね、はい、今後もっと皆さんにこのスイーツデコというか、はい、うん、フェイクスイーツを楽しんでいただけるように、うん、ちょっともっと頑張って広めていきたいなっていうのがありますね、はい、はい、うん、いいですよね、うん、なんかこういうののスライドショーとかあったらちょっと楽しいかもしれないですよね。いいですね、うんうん、写真を撮りますよって言って、はい、うん、写真撮ってくれる人もいるし、うんうん、編集する人も、ね、うんうん、いいですね、いいですよね、うん、ですよね、なんで僕投げてるか分からない。はい、共有って共通、あ、共通、共通、あ、共通だったんですね。すいませんでした。写真は共通、そうそうそう、あのプチアールさんっていうふうに今ハンドルネームなんですけども、うんうんうん、Facebook の名前また違うんですけど、うんうん、写真はこれと一緒、うんうん、あ、そうなんですね、はい、共通でした、はい、すいません、あの共有って読んじゃったのです、ね、そうなんですよ、これは、まあ、僕 YouTube もやってるので、うん、まあ、共有っていう考え、はい、そういうのがあるんですね、うん、その関係なし、ちょっと言い訳をさせていただきました、うん、ということで、はい、まあ、将来的にそんな、はい、うん、どうですか、こういう動画のこういうのって、うん、さっきもちょっとちらっと言いましたけど、うん、どうですか、ご興味とか、うん、ありますね、あります、はい、あるんです、はい、なんかこういう番組をやったりとかっていうのは、番組をやったり、うん、いや別に誘ってるわけじゃないそうじゃないですか、誘ってない、誘ってはないんですけど、うん、あのただ聞いただけです、いいですね、そうなんですね、まあ、またよかったらなんかこういうの出ていただけたらというふうにですね、はい、思うんですけども、はい、うん、まあ、でもなんかいいですよね、こうスライドショーでもいいし動いててもいいしとかですよね、うんうん、それこそゆかさんがこれを持ちながらこれはこういうのですよとかですね、うん、こういう苦労があったんだよ、はい、うん、ですよね、これ全部例えばさっき2400個でしたっけ、そうですね、うん、できたと思ったら、うん、ペットに踏みつけられてなんとかなんとかってそういうなんかストーリーとかあっても面白いですね、うん、それでも作ったみたいな、うんうん、こう誰か泣くかもしれないです。情熱大陸。え、情熱大陸を作ったら、ね、なん情熱大陸ってやっちゃったらまずいから。どうですか、うん、なんか大陸駿河湾でも焼津でもなんかないですか。藤枝。いや、わかんない。藤枝でもいいけどなんか。ですよね。熱血小島とか。うん、そうそう、そんな感じのですよね。うん、いいんじゃないですか。面白そう。はい。うん、情熱。わかんないけど情熱海岸みたいな、わかんないけどなんかそういうの作ってどうですか、追っかけてってですよね、うんうんうん、やってください。ドキュメンタリーみたいな、ドキュメンタリー作ってください。ドキュメンタリーをいいじゃないですか、またなんかできそうじゃないですか、うんうん、お金の匂いがするですか。それは冗談ですけど、うん、あ、でもいいですよね、なんかそういう、先ほどもちょっとお誘いしたあれなんですけど、うん、はい、まあ、僕もですね、今いろんな方にこう動画って結構簡単に作れるんだよっていうのをですね、うんうんうん、広めているような、うんうん、まあ、僕アキラブロードキャスティングシステムというですね、はい、うんうん、またこれはこれで別のこう、うん、番組をやったりとかって、はい、自分で機材とかってやってるんですけど、はい、うん、またそこでそのグループでですね、うん、いろんなこう
やり方とかそんなのも載せてるので、うんうん、あのカズさんとか、はい、青木さんとかも実は入ってくださってるんですが、はいはい、先ほどちょっとお誘いしたので、はい、ぜひご覧いただけたらなと思うんですけども、はいはい、うん、そういう意味では楽しみではあるんですけど、はい、うん、まあ、そんなのをですね、うん、まあ、あの占うかのような感じになるか分かんないけど、はい、ですね、こちらアキラのタロットカフェという番組なので、はいはい、ぜひよかったら占いを受けていただけたら、はい、嬉しいななんて思いますが、はい、いかがで、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ということで後半ですね、ちょっと占いコーナーということで、ちょっとこれをしましょう。あ、せっかくない、なんか、あ、いいですか、いいです、はい、大丈夫です。そうですね、ついなんか、うん、おいこれ貼っといてみたいな感じになりそうですけどすいません、はい、なんかそれが頭に残っててですねなんですけど、はい、はい、お上品な方ですねということ、これゆかさんのことだと思います、のりさんですね、どのようにあきらさんがそこを崩していくのか楽しみです崩す、上品なところを崩すのを皆さんお望みなんですか、そして制作風景を YouTube でちらりとアップするのもいいですねと、あのプチアールさんですね、いいですね、いいですね、やりたいです、プチアール工房もいろいろやってみないとと思っていますということで、うん、プチアールさんということですね、うんうん、あの撮る人はあちらにいますので、うん、ね、ぜひお願いします。近くですもんね、はい、隣ですもんね、うん、隣ですみたいなもんですね、焼津藤枝だったんです、うん、はい、あ、それは隣じゃないと思います、はい、まあ、電車で1本です、ね、うん、1本っていうか1駅あそんなこと知らないですよ、カンさんのうちどこかも知らないし、ゆかさんのうちだって藤枝だってのは分かるけど、どこかって全然知らないですよあの、うん、あんまカズさんの家興味ないんですけど、すいません別にどこに住んでたってなんですけども、はい、ちょっと話がそれてすみませんが、はい、まあ、22枚のカードを使ってですね、はい、占いをやらせていただくんですが、はい、はい、今日はどんなことを、なんか占いたいこととかですね、はい、いかがでしょうか、うん、じゃあ今後の仕事はどうなるのかなって、はい、仕事はということで、うん、はい、わ、はい、かりました、うん、ではちょっとこちらに、うん、ちょっとこれで清めてからということにしましょうか、はい、はい、それではですね、こちらトランプを切るようにしていただいてもいいですし、はい、こういうふうにですね混ぜ合わせていただいてもいいので、はい、そしたらまたカードをこういうふうにですね、はいはい、積み上げていただけたらと思いますので、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、どうぞ、もういい、うん、もういいかな、あ、大丈夫ですか、はい、はい、で、カードの上下はこれでいいですか、あの絵の絵柄によってはですね、うん、逆さまの場合とそうでない場合と意味がまた変わってきます、うん、いいです、このままでいいですか、はい、わかりました。じゃあこの中からですね、今切ってくださいました、はい、カードの中から、4枚ですね、選んでいただきまして、ここに並べていただけたらと、取った順にこちらから、あ、そうですね、はい、そんな感じで、お願いしたいです、はい、うん、あ、なんか全部後ろだ、はい、そうですねそれがどんな意味なのかとか、うん、まあ、いろいろなんですが、はい、怖いわ、うん、はい、うん、バッチリですか、見た目がちょうどいい、ああ、そうっす、何をバッチリだと思ってるんですか、カード、カードあ、見た目の位置が、写りがバッチリ、うん、はい、はい、もっとこっちから引退してもらえる、あー、いいかもしれないですねいや、わかんないけど、今こういう風に写って、うん、うん、また赤字さん、よからぬこと考えてないですか、大丈夫ですか、はい、うん、ちゃんとカードが写っててですね、うん、はい、ありがとうございます、ああ、そくそくそく、うん、すいません、僕がちょっと変な先回りして変なこと考えてます、はい、じゃあこちらですね、今4枚のカード、はい、並べさせて、いただきました、
まあ、これにですね、まあ、いろんなメッセージであったりとか、うん、気をつけた方がいいようなこととかですね、そんなことが、書いてあるというですね、ことになります。で、まあ、結構、まあ、象徴するカードではあるんですが、これ、経験のカードというふうに言います、まあ、簡単に言うと経験を大切にしていくというですね、ことを表すカードなんですね、なのでこれまで今 4,5 年やられているということで、言ってくださったんですが、そこの中でですね、こ うまくいったこととか、なんかこれはうまくいかなかった失敗しちゃったなみたいなところですね、もう一度ちょっといろいろと振り返ってみてですね、良かったものは続けていってもいいし、良くなかったものは、まあ、二度とそういう繰り返さないようにっていうですね、ところを、まあ、どうしたらできていくのかなというところですね、まあ、そういうところでこう固めていくといいのかなというふうに思います、それがまず一つですね、そしてその中でこの世界というカードと、マジシャンというカードですね、まあ、逆さまを向いているというのもあるんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、もちろん新しい人っていうふうにやっていくのも大切なことではあるんですけども、それよりもちょっと比率としてはここ3ヶ月ぐらいですかね、もうすでに知っているとか、もう既存のお客さんというかですね、まあ、ちょっとそんなところのフォローというかですね、そっちをちょっと ウェイトを置いてもいいのかなというですね、そんな意味を表すカードがあります、世界というカード、ワールドというカードなんですけど、こういうふうに向いていた場合っていうのはもうどんどん新しいこと新しい人ということなんですが、逆さまの、場合というのはですね、どちらかというともう自分がすでに知っているとか分かっている範囲でのところでですね、そこでこうアプローチをしていくで、そこからまた新しい人に紹介してもらうようなっていう風に、そっちは全然問題ないので、なんか自分から探しに行くっていうのも、悪くはないんですけど、なんかそういう風なところにしていくとかなと、まあ、そういう意味ではこちらも同じです、無限大を表す、まあ、文字があるので、それが逆さま向いているので、何か新しいことというよりは、こうなんか、今あるものとかですね、そういうところからこうやっていくと、このカードが出ているということは当然このカードがこういうふうに向く可能性がですね、あるってことですか。今後のゆかさんの行動次第でですね、出てくる可能性がすごい秘められているので、いいことだと思います。逆さまに出て、逆さまに出るってのは本当はあんまりいいことではないかもしれないけど、でも良くなっていく可能性も含まれているということなので、僕はすごくいいことになるんじゃないかなと、思います、そして最後になりますが、このカードですね、忍者というカードです、ハーミットというんですけども、これがですね、いわゆる、まあ、これ年老いた男性の人がいてですね、その中で、杖をついて歩いているというカードなんですね、まあ、この人別に年を取ってるからという理由ではなくてですね、真っ暗なので周りが見えないんですね、何か落ちてるかもしれないとか、道がなくなってるかもしれないとかですね、まあ、そういうので、まあ照らしながら、こう差しながらこう歩いているという、まあ、慎重さというのをこのカードは表します、で逆さまなんですね、なので慎重さというよりはもう思いっきりやると、やった方がいいと。そうです、わかりました。まあ、慎重ももちろん大切なんですけど、でもそれよりはもう本当に行動というかですね、こう考えるよりもまず行動というところ、そういうところをこう重視していくことによってですね、より一層この3枚引き立っていくという、そんな感じなので、こうまあどんどんまず行動を起こして、まあ、やられてるかもしれないですけど、やりつつもですね、やりつつも、ちょっともう知ってる人のところに行きながらですね、やっていく、あと経験を大切にっていうふうにしていくと、非常にこう仕事運という意味では一気に上昇していく可能性十分あるかなと思うので、僕はこの出方は、まあ、全部逆さまではあるけども、いいんじゃないかなと、思います。わかりました。ありがとうございます。こんな感じで占いをいつもやったりとかしてるんですけど、どうですかというか、いかがでしたかというか、なんていうか、まあ、今考えている中で、やっぱり、今現在いる人、いる人っていうか、知り合いの方の中から、ちょっと行こうかなっていうのがあったんです、自分の考えの中で、だから出てるのかなっていうのが、ありがとうございます。
カード、ね、出るんですよね。そう、そう言われております、うんね、うん、はい、すごい。占いはどうですか。結構占い好きですね。あ、そうなんですか、うん、大好きです、はい、うん、なんか前に受けられたりとかそういうのがあったんですね、はい、うん、はい、あ、タロットはじゃあもう、タロットはね、そうですね、ちょっと知り合いの方がそれこそ四柱推命の先生なんですけど、はい、タロットもちょっとやってて、あ、そうですか、うん、でちょっと見てもらったことありますね。いいですね、はい、うん、はい、なのでこんな感じ、うん、なんかちょっとでもご参考になることがあればかなというふうにですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあこんな感じのですね、占いではあるんですけど、服部さんはどこ行っちゃったんですかね、わかんないです。たまにこの後ろと、あの服部さんって方がいるんですよ、うん、あのおじさんなんですけど、はい、ですね、たまにこの辺の城を撮ったりとかするんですけど、うん、あのこちらのゲストが来てくださったりとか、うん、することあるんですけども、うんうん、まあ、面白い方なので、はい、みんなですね、うんうん、あの、うん、こう気にしてる方が結構、はい、うん、大阪の人にも松山の人にも気にされてっていうですね、うん、いいですよね、そういう人って、うん、なかなかいないですよね、うん、大阪の人が、そうですよね、服部さん、うん、どこ行ったんだろう、僕言われたことないですそんな、はい、うん、忍者だから机の下から出てきそうですよね、うん、踏みつけてやりますけどね、僕はそんなことしたら上からも出てきそうですね。あ、そうなんですか。あ、藤枝の方なんですよ。あ、そうなんですね。あ、駅の南ってあのビビとかある方ですか。ビビ、うん、ビビ、映画館とか、あ、そんな近くじゃないかもしれないです。うんうん、あ、田沼街道って、あ、はい、わかります。あっちは南なんですか。南です。あ、はい、じゃあ南ですね。あの田沼街道のデニーズとか。あ、じゃあそっちは北かな。あ、北なんです。デニーズは北。あ、北の方、うんうん、北の方がいいです。北の方が。うんうん、デニーズとか、あと何でしたっけ、あの郵便局の、郵便局もあったような、あとなんか満載館とかない。あります。あの、あっちは北。うん、北です。あ、よかったです。よかったです。南じゃなかった。めんどくさいことになりますからね。危ないですか。まあこれ聞いてるかな、聞いてないか、まあいいや、うん、はい、ガラス屋さん、そういえば後先セブンでいらっしゃったのを見かけたようなということで。あ、本当ですか。後先セブンにやりました。あ、イベント、そうなんですか、はい、あ、やりました。いいですよね、あの後先セブンって、なんか、うん、なんとなく行かれたことはあるんですね、うん、じゃあ、うん、写真やるんですか。あ、古典じゃないんです。ああ、あ、何人かの中に、ね、カズさんも出展をされて、うん、すごいじゃないですか。何でもできます。僕も7月に後先セブンで出展を。あ、本当ですか。はい、あのハッピーシェアっていうですね、はい、いわゆる子育て支援のイベントでですね、イベントで出展するんですね。あ、はい、あの映画館の後だから後先セブンっていうですね、うん、そういう、そう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 、うん、はい、あと映画館跡地っていうことで、後先先は何、さあ、それ言っちゃっていいんですか。でもなんか結構そういうイベント会場とかですね、そういうのでいろいろ使われてるところなんですね、うん、あ、じゃあ、あのなんか今後も後先セブンで出店とか、今のところ後先セブンではないんですけれども、うん、はい、あの未来へ、あ、はい、未来へところで、はい、うんうん、あの8月の1,2,3,4 と、はい、あの、うん、はい、あの4日間、うん、あのタミヤさんの関係なんですけれども、はい、うん、それでちょっとイベントで、はい、やらさせていただきます。あ、はい、あ、じゃあ出展をされる、うん、そうですね、はい、うん、あの、まあ、ちょっと今更聞くのもあれなんですけど、うん、タミヤ僕この間ホビーショーに行ってきたんですけど、はいはい、やっぱりタミヤ模型で、はい、さんでもこういうのやられて、ね、やってますね、はい、はい、あ、なんか関わられてるとか、そう、あのちょっとタミヤさんの方から依頼を受けて、そういう、はい、あの月に1回、うん、あのホビースクエアっていうところで、あの講座をねやらさせてもらってます。ゆかさんがタミヤのところに行ってこう教えてる、はいはい、そうです。すごいですね。すごい方を連れてきちゃったって言ってた今回。いや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 。そうですよ、タミヤってあの世界のタミヤですよ。世界のタミヤ模型から、モデラー、世界のモデラーって、うん、女子大生連れてきました。あ、すいません、あの、それが8月1,2,3,4、はい、タミヤも、未来へですよね、未来へ、うん、あの静岡の呉服町の通りのところずっとですね、はい、まあ、いわゆる北に向かっていくとですね、はい、まあ、あるという未来へと、はい、まあ、いろんな、もう静岡の方だったら
結構知ってるお待ちバルとかですね、うん、まあ、いろんなイベントをですね、うん、やってるその未来へで8月の1、2、3、4ということで、はい、出店、フィラー出店でなんか販売とか、はい、あのワークショップとあと2時間ほどの、はい、講座をね、あの、やらさせていただくんですけれども、そうなんですね、はい、はいはい、また伊勢丹さんの方の伊勢丹通信っていうのに、あのまたチラシというかなんか載るみたいなので、それはぜひぜひご覧になってください。あの未来へカタカナで検索していただいてもいいですし、ホームページとかにも、はい、ご案内とかなんかフェイスブックページとか載せますので、またよろしくお願いします。ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、アキラさんだいぶアキラさんだいぶ前に座っているんですが、お顔が3倍に見える。あれ、あれ今日僕で、いや別に何も変わってないですよ。画面でかい。本当だ。カメラがそうなってる。え？え？そう？確かに僕の方がでかい。でかい。いや、それは僕の方がでかいのは当たり前だけど。あれゆかさんちっちゃいですね。あれなんか同じ、いやいやいや、同じ座り、これ遠近法とかじゃないですか、ね、皆さん。あれなんかいつものゲストさんよりちっちゃい。そんなはずはない。そんなはずはないですね。あ、どうも。そんなはずはないですが、おかしいです。どうしたんですかね。これなんかカズさんの陰謀とかなんかある、大丈夫ですかね。はい、チアウリさんですね。アキラさん大きく映るのはカメラのせい。おかしい。四国の松山は17時過ぎたのに29度。暑いですね。暑いですね。はい、8月1日から4日というと夏休みのイベントですねと、はい、そうですね、夏休みですね、はい、あ、じゃあ結構子どもさんとかもいらっしゃったりとか、はい、そうですね、うん、なんか楽しみでありますね、はい、うんうん、ということで8月の1から4ということでですね、ぜひ来ていただけたらなというふうに思いますので、申し込みなんか予約とか、あの、はい、整理券を配るって言っていたので、はい、あの多分抽選になるかもしれないんですけれども、さすがに人気はありですね、はい、うん、じゃあ、その場に行って整理券を配って抽選になると、そう、ね、はい、なる予定だと思います、はい、1日から4日のな何時とかも決まって、まだ時間の方が、はい、はっきりしてないんですけれども、じゃあまたブログとかフェイスブックページとかホームページでですね、時間を皆さんご覧いただいて、そして、まあ、それが分かったら急いで後先じゃなくて未来へですね行っていただいてというですね、感じなのかなというふうに思います。はい、まあ、間もなくタロットカフェ終わりなんですけど、ちょっと僕のも告知をすみませんさせてください。まあ、7月の28日にですね、実はこれ後先7なんですけど、先ほど言ったハッピーシェアというですね、子育てのイベントですね、子育て支援のイベントというか、そちらでやっぱりいろんな方が出展するイベントなんですけど、まあ僕も占い師で500円で占いをやっております。まあ今日は無料ですけども、とかですね、あと7月の14日ですね、静岡の街中にですね、遊び場という、まあ、ワンコインバーといいますか、はい、そういうバーがあるんですね、そこ行くともう本当に昔のこうファミコンとか、スーパーファミコンとか、本当にこう僕ぐらいの子供の世代の時にですね、すごい懐かしいものがいっぱいあるんですけども、そこであのコスプレイベントが、コスプレ会というのが、ね、はい、あるんですね、はい、そこでまたこういうユーストリームの配信を実はやるんですけども、はい、あのコスプレするとですね、500円引きで、はい、2000円で飲み放題、すごいですね、コスプレが条件ですよ。コスプレしないと2500円なんですね、はい、あの参加者まだいっぱい募集してるそうです、はい、あの遊び場といいます、静岡の呉服町通りのところですね、呉服町通り、呉服町ですね、はい、なんですけども、コスプレとかどうですか。コスプレですか。コスプレ、はい、コスプレとか、まあ別にやらなくていいですけど全然誘ってるわけじゃないのでやったりとかしないですか、はい、なんかやご興味とか前にやったりとか。あ、前にメイド、メイドのコスプレはしました、はい、メイドのコスプレ、メイドさん、はいはいはい、うん、それはどんなとこで、どんなところで、はい、
まああるところで、まああるところで、まあどこどこでって言われても僕も今困っちゃうんですけど、ですね。あ、メイドさん、はい、いいですね。ちょっと僕も何人コスプレするのかまだ全然決まってないんですけど、うんうん、まあそんな感じでですね、はい、やっていこうと思うんですけども、はい、うん、あ、でもなんかコスプレもなんかすごく凝りそうですよね、こういうのやられてるってことは。いやいやいや、そんなことないですか。なんかまたぜひですね、はい、まあ、僕のまた Facebook ページとかでも載せていきたいと思いますので、はい、ぜひですね、来ていただけたらと思います、はい、ということで、あとなんか大丈夫ですか、告知等なんとか、はい、またブログの方で、ね、あ、はい、ブログの方で、うん、はい、アップしていきますので、はい、よろしくお願いします。ということで、もう、今 1時間経とうとしているんですけども、はいはい、今日どういかがだったですか。あ、楽しかったです。 ありがとうございます、はい、あの、よかったらまたゲストで、はいはい、来ていただけたらと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。ということでですね、もう1時間ということで、まあ、僕の中ではあっという間だったんですけども、アキラのタロットカフェですね、次回6月の24日ですね、月曜日になります。ゲストにですね、あのモデルさんかな、あの現役のモデルさんの、みそのじゅりさんという方がいるんですが、はい、じゅりさんがいらっしゃいます。そしてジュリさんもその4月14日のコスプレイベント出るんだそうです。私も出るよみたいなこと書いてあったのでですね、そのモデルさん、みそのジュリさんがいらっしゃいますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、アキラのタロットカフェ、今日はこれまでということでですね、はい、ゲストの方ですね、フランドールの、ですね、向島由香さんでした。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ皆さんまた来週ご覧いただけたらと思います。どうもありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。Не ищите вы меня на страницах у друзей. Отпишите мне туда, там, где солнце и вода, где за дальнею чертой я оставлю города. Да-д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 а. Качай, качай, качает ветер море. Yeah.
совсем другие миры, уже совсем другие миры. Печальное лицо, и проклинай меня за все, что между нами развалилось. Но я знаю, знаю, будет крутиться колесо, даже когда все кончится. Я же моя, 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 моя. Свою улыбчивость преувеличивать, такой вот деловой рефлекс. А лица пьяные и джинсы драные отправятся домой в Ижевск. Мне страшно и смешно, я нервничаю, но зачем об этом говорить? Глотай свою слюну, сверли мою броню, мне нравится тебя бесить. А у меня внутри уже совсем другие миры, уже совсем другие миры, уже совсем другие миры. Давай, 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 делай печальное лицо и проклинай меня за все, что между нами развалилось. Но я знаю, знаю, будет крутится колесо, даже когда все кончится. Я же моя, 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 моя. Давай, давай, думай, думай, все, что угодно про меня. Словом свободным рань меня, выбери самое больное. Но я давно, давно крайне недосягаема. Я разберусь с собой сама. Я же моя, 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 моя. Прости мне эти дни бессмысленной войны с желанием уйти совсем. И мне все равно куда, в какие города, подальше бы от этих